こんにちは。元養護教育の友です。今日は学生の頃にとった資格についてお話をします。はい。えっと、前、他の動画でもお話ししたことがあるかもしれないんですが、私は専門学校の通信教育で養護教育の免許を取得した人間です。で、当時、養護教育の専門の先生がとても少なくて、あのー、 他の授業で心肺蘇生法は習っていたんですけど、その包帯法とか三角筋など、その現場に出た時に使うようなことについてはあまり習いませんでした。でそのことを学校の、えっと、用語共有の授業で外部から来ていた先生に相談をしたら、 えっと、心肺蘇生法だったり、三角筋の使い方などを学べる赤十字の救急法講習会を紹介してもらいました。実際に私は参加しました。うん。科学と実技指導で3日間と通いました。で、講習会にかかる費用は確かね、3000円くらいだったかな。4000円でお釣りが来るくらいだったような気がします。 で、実技の内容ですが、と心肺蘇生法と、あと、一人、二人、あと四人だったかなでの搬送方法について学びました。で、他にと、体の各部位、頭だったり、鎖骨とか肩とか、まあ腕だったり、足だったりの各部位の三角形の使い方、固定の仕方について学びました。それで、 ね、いろんな人が参加していてで私たちくらいの,その学生みたいな人は逆に少なくって30代とか40代とかあとね60歳とか70歳くらいのおじいちゃんも参加していましたもうねおじいちゃんたちねパワフルなんだわ本当にもうね私たちなんかもすっごい質問してあれこれ聞いていてむしろおじいちゃんなんか聞いてくれてありがとうございますって思っていたんですよね 最終日に、と、その座学のペーパーテストと三角筋の使い方の実技試験がありました。試験があるんだって思うとちょっと引いてしまう人もいるかもしれないんですけど、ちゃんと受けて練習をしておけば大丈夫。合格します。うん。もちろん合格しました。<laughs> ちゃんと合格しました。で、60歳、70歳近いおじいちゃんも一緒に合格しました。イエーイだったね。本当に。 本当にあの時は充実した時間だったなというふうに思います。ね、あの、現場、ね、用語教諭として現場に出た時も、もちろん骨折ってあるから、本当にあれは習っておいてよかったなというふうに思います。で、この講習会は、ちゃんと試験に合格すれば、資格として持てるので、えっと、履歴書の資格欄にも記入することができました。もちろん書きました。ぜひ、あの、興味のある方、 は検索して受けてみてください各都道府県の赤十字社が開催しています結構年間通してやっているのでで会社も違うんですよね自分の都合のいいところで探してみて参加するのも一つかなと思いますはい、今日の動画は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございました用語教有のこんなことが聞いてみたい相談したいことがありましたらぜひコメントをお願いします チャンネル登録、コメント、グッドボタン、励みになっています。ぜひよろしくお願いします。